マメントの R18 はグロック 18C のように見えて実はグロック 18C ではなかった。はい、皆さん、ごきげんよう、ジョニーな人です。今回はアーミーアーマメント製の R18 の紹介動画だよ。ご覧いただいているのはジョニーな人が所有しているフルサイズのグロック系トイガンです。東京マルイのグロック 18C、アーミーアーマメント製のグロック 18C、同社のグロック 17。今回購入したのはこのアーミーアーマメント製のグロック 18C だよ。最初に結論から言っちゃうけど、この R18 はグロック 18C のように見えてグロック 18C ではありませんでした。まずはスライドの刻印なんだけど、グロックじゃなくてクロックになっていたよ。なんだよクロックって、時計かよ。さらに、グロック 18C のアイコンであるはずのアウターバレルの4つのポートが見当たりません。なんなんだよ、この中途半端なグロック 18C もどきは。スライドにひびが入った東京マルイ製を見返してみようね。ちゃんとグロックになっているよね。ポートも開いていてかっちょいい。ちなみに同じアーミーアーマメント製のグロック17の方はねえ、ちゃんとグロックになっているんだよ。だから R18 も刻印は実銃同様だと信じていたのに、思いっきり裏切られました。まあくよくよしてもしょうがないので比較レビューなんてやってみちゃおうねえ。まずは重さを測ってみようねえ。東京マルイのグロック 18C はマガジン込みだと、696g だね。じゃあアーミーアーマメント製の方はどうかな？マガジン込みで、771g だね。75g ほど重いから、1割近く重いんだね。参考までにアーミーアーマメント製のグロック17も測ってみるよ。773g だから、18C よりさらに重いね。フルオートメカの分だけ 18C の方が重いのかなと思っていたけど、スライドが肉抜きされているグロック 18C の方が若干軽いんだね。アーミーアーマメント製の方は東京マルイ製のパクリっぽいので、フレームやマガジンはほぼ同じくらいの重さだから、次はスライド部分の重さを比較してみようね。東京マルイ製は 167g。 この軽さがクイックなスライドの動きに貢献しているんだろうね。一方、スライドもアウターバレルも樹脂製ではないアーミーアーマメント製の方は、237g もあるよ。重い分だけクイックさが犠牲になるけどリコイルは重くなるのかな？グロック17の方はというと、240g もあるんだね。フルオートでは撃てないけどリコイルの重さが強みかな。次はこの3機種については、リコイルスプリングが特徴的だったから紹介するね。東京マルイ製は、一旦3つとも外しちゃうね。改めまして、東京マルイ製のリコイルスプリング。シンプルなシングルスプリングだね。そして特徴的なのはアーミーアーマメント製のグロック 18C。2 種類のスプリングが組み合わされているよ。
東京丸井の現行のグロック17はこんな感じになっているんでしょ？アーミーアーマメントは最新メカもパクったのかな？アーミーアーマメント製のグロック17も特徴的で、こっちはスプリングの前面にラバー製のパーツが組まれているの。このラバー部分で衝撃を緩和させるのかな？三者三様で面白いよねー。アウターバレルやスライドを見ていこうね。東京丸井はオール樹脂製。アーミーアーマメント製はバレルもスライドも金属製っぽいね。当然、グロック17も金属製だよ。アウターバレルについては17と 18C は共通パーツっぽいね。じゃあ、組み戻すね。17のリコイルスプリング前面のラバーパーツはスライドの形に合わせてあるね。ここがぴったりだよ。スライドを動かした時の音を確認してみるよ。東京丸井製は樹脂製だから当然、金属的な音はしないね。アーミーアーマメント製の方はスライドよりもバレルの方からカチャカチャ音がしています。次はマガジンを見てみるよ。東京丸井製はバンパー部分に東京丸井の刻印があるね。ガスを入れてみると吹き戻しがある注入バルブが使われているよ。ね。アーミーアーマメント製の方は吹き戻しがない注入バルブです。だから満タンなのかどうかがちょっとわかりづらいねBB 弾を流し込むときにフォロワーを下げると、東京丸井の方は、ここが広くて入れやすいよ。アーミーアーマメント製の方はちょっと狭いかなー。ね。じゃあ、初速を測ってみようね。室温は 27.7 度だよ。まずは壊れかけの東京丸井グロック 18C。 70メートル以上の初速が出ているね。フルオートのサイクルは毎分1100くらい出てるね。これでスライドが割れているんだからすごい性能だよねー。次は今回購入したアーミーアーマメント製のグロック 18C。
60メートル台だから東京丸井星に劣るね。うわ、50メートル台まで落ちた。フルオートのサイクルも毎分98発台か。スライドが重い分不利なのかな。ついでにグロック17も試してみるよ。やはり東京丸井星には及ばないね。50メートル台に落ちないだけマシかな。東京丸井のグロック18C の代わりになるかと思ってアーミーアーマメント製を買ったけど、アウターバレルや刻印がいまいちだし、グロック17の方はグロックなのになんでグロック 18C はグロックなのかなぁ。性能も見劣りするねー。金属音がかっちょいいだけだね。次はグロック 18C 同士で見比べてみようねー。フレーム内部のメカは金属の色が違うだけで構造は全く一緒みたいだよ。左側の刻印はマークの深さに若干の違いはあるけどほぼ一緒。右側はアーミーアーマメント製はメイドインオーストリアになっているよ。グリップ下部の刻印もアーミーアーマメント製はパテントなんちゃらという実銃っぽい感じ。東京丸井の方はオリジナルの刻印だね。フレームに関してはアーミーアーマメント製に軍配が上がるね。マガジンに関しては、グロックや 9mm の刻印がかっちょいい東京丸井製の方がいいね。アウターバレルは金属音よりも見た目重視で東京丸井製の方がいいかなぁ。リコイルスプリングは性能が良さそうなアーミーアーマメント製にしておこう。スライドは割れているけど刻印のリアルさ、あるいは刻印に目をつぶって丈夫そうな方。左側面はそれぞれ割れとインチキ刻印が気になるね。ちなみに右側については刻印は全く同じでした。上も一緒だね。内側は、アーミーアーマメント製は後端にナンバーみたいのが印字されているね。完全に違うのは東京丸井の樹脂製スライドにはスライドストップのノッチ掛け防止の金属がインサートされているね。スライドの関しては丈夫さをとってアーミーアーマメント製だね。それじゃあ、これらのパーツで2個1にするよ。グロック 18C 復活のジョニーカスタムの出来上がりさ。メタルスライド、ボート付きバレル、リアルな刻印っぽいフレームとマガジン、
最強のカスタムグロック 18C の出来上がりだね。最強のカスタムの初速はどうかな？最悪の40メートル台。いまいちだねー。フルオートのサイクルはまあまあだねー。初速がもっと上がればいいのになー。とりあえず今日はこの辺でやめとこう。パッと見はまあまあいいんだけどなー。バレルが樹脂製だから音もいまいち。動きは問題ないんだよなー。とりあえず、今回はここまでー。バイバイ。またねー。